バスティアン・ビベスはフランスのバンドデシネ作家である。パリ生まれ、ペニンゲン装飾美術学校で応用美術を学んだ後、ゴブラン映像学校でアニメーションを学ぶ。バスティアン・シャンマックスのペンネームでネット上に漫画作品を発表した後、2007年に彼女たちを出版し本格的にバンドデシネ作家としてデビュー。ミカエル・サンラビルとの共作、ハリウッド・ジャンを経て2008年、塩素の味を発表、同作品で翌年、第36回アングレーム国際漫画祭の新人賞を受賞。市民プールを舞台に一組の男女の交流と心の動きを描いた作品で、若者の等身大の恋愛と日常的なやりとりという、従来の BD にはなかった切り口と、みずみずしい色彩を持つ絵によって高い評価を受け、新世代を代表する BD 作家として注目を浴びる。以後、男性の目に絵の視点を固定して、彼とその恋人との恋愛の顛末を描いた僕の目の中で、モテない男ブルーノと美人のフランチェスカとの間の友情を描く親友同士、古代ローマを舞台にした共作、帝国のために、など相次いで発表。あるバレリーナとその教師との関係を25年のスパンで描いたポリーナでは BD 書店賞及びアッコブド批評グランプリを受賞している。2012年にはアングルの名画を狙う女性3人組の回答を描いた共作グランドオダリスクを発表。2013年にシリーズを開始したラストマンは日本の少年漫画を意識した格闘漫画で制作にあたっては小畑健の漫画家漫画、バクマンなどに触発されて、漫画制作チームを整え、BD としては、異例の週20ページという早いペースで発表を行っている。2013年には、塩素の味が、文化庁、メディア芸術祭で、新人賞を受賞。2015年には、ラスト漫画、アングレーム国際漫画祭で最優秀シリーズ賞を受賞している。ビベスは作品ごとに、様々な手法を試しているが、作画は一貫してコンピュータで行っており、2012年時点では、フォトショップを使用していると話している。ありがとうございます。